古式岳は九州南部に連なる霧島山の北部に位置する火山である。頂上部が平らに欠けた円錐形の山であり、離れた場所から眺めると金星の取れた台形を成している。頂上部は河口が土砂で埋められた直径約400メートルの円形平地であり、中央部に向かって緩やかにくぼんでいる。中心付近には冷炭が堆積している。 古式岳は、霧島火山群の中でも、新しい部類である新規霧島火山に属する。1万8000年前、韓国だけや新しい年岳の形成と、同時期に噴火が繰り返されてできた、清掃火山である。東側山腹の標高線から1250メートル付近に、ミや賀の信用樹林がある。温暖な九州では、珍しい植生であることから、 日本国の天然記念物に指定されており、霧島役国立公園の特別保護地区ともなっている。1250メートル以上は、赤松や水ならの林となっており、宮間霧島も見られる。頂上部は、花公園付近に林、その内側に、草原、中央部に出現があり、林は、ヤシャブシやコツクバネウツギ、草原はすき、ススキやミヤコザサ、出現には沼がや。 糸犬の花ひげ水苔、つくしゼリ、毛仙ゴケ、紫耳かき草、騒ぎ鏡などが見られる。河野構造、宮崎の森林植生霧島山系の植生、古式だけ海加今います。宮崎の自然第9号、坂本森雄、1994年、牧園長京都市編纂委員会編、牧園長京都市改訂版牧園長町、川畑義輝 1991年、ありがとうございます。